坂本隼人さん、中田翔との時間差トレードで日ハム移籍か。トレードとなれば同一リーグ間はまずなく、同編成担当によると、パリーグでは日本ハムが真っ先に候補に上がるという。ハムは二遊間に絶対的な選手がいない。パは DH があり、腰などに複数の故障を抱える坂本が守備を休みながら出られる。天然芝の新球場も体の負担軽減の意味ではプラス要素。ハムと巨人の対戦がなくなる交流戦後は要警戒ではないか。さすがにないやろ。エアプキ社。ハムに来たところでショートはもう無理やって。あれで放出ならもうとっくに放出されとるレベルで何回もやらかしとるやろ。言うて坂本ってもう年なだけやろ。35やん。まあ無償でくれるって言うならもらってあげなくもないよな。無償でも年俸は高いよ。新庄がこの記事見てトレード打診しそう。